ヘッス・アレクサンダー・アギラルは、ベネズエラのアラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。愛称は、オーランド・アルシアが名付けた D の。AA 級、アクロン・エアロズ時代2007年11月13日に、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2012年にオールスター・フューチャーズ・ゲームの世界選抜に選出された。 2013年11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐためにインディアンスの40人枠入りした。2014年はトリプル A 級コロンバスクリッパーズで開幕を迎え37試合に出場。打率298、7本塁打、19打点を記録し5月15日にメジャーへ昇格した。同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。 6番、指名打者として、先発起用され、2打数も安打1死球だった。この年は19試合に出場し、4安打を放って3打点を挙げたが、打率は、121だった。2015年は、前年比で約3分の1となる7試合の出場に止まったが、打率、316だった。2016年も、出場機会は増えず、9試合で、ノーヒットに終わった。 なお、マイナーのトリプル A 級コロンバスでは137試合に出場して打率24、247、1 1十三振と洗いながら30、本塁打、92打点という成績をマークし、インターナショナルリーグの本塁打王となった。一塁守備も堅実で、120試合で3失策、守備率、997にまとめ上げた。二千十七年一月十六日に、 リッチー・シェファーの獲得に伴って、ディーフとなった。ミルウォーキーブルワーズ時代2017年2月2日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。スプリングトレーニングで良い成績を残し、開幕をメジャーで迎えた。133試合に出場し、打率、265、16本塁打、52打点でシーズンを終えた。 2018年も同僚の一塁手、エリック・テイムズの怪我のために引き続き先発出場した。前半戦終了時点で打率、307、23本塁打、67打点を記録し、オールスターに最終投票で選出された。また、本塁打競争にも出場した。後半戦は調子を落としたものの、最終成績を打率27、274。 35本類が108打点の成績を残し、チームの地区優勝に大きく貢献した。2019年7月31日にジェイコブ・ファリアとのトレードでタンパベイレイズへ移籍した。オフの11月27日にリーフとなった。2019年12月2日にウェーバー工事を経てマイアミ・マーリンズへ移籍した。ありがとうございます。